アイドルマスターシリーズアイドルマスターシンデレラガールズアイドルマスターシンデレラガールズビューイングレボリューションアイドルマスターシンデレラガールズビューイングレボリューションはバンダイナムコエンターテインメントよりプレイステーション VR 用に2016年10月13日に発売された VR アイドルライブゲーム本作は2016年7月7日にニコニコ生放送にて配信された願いを叶えて アイドルマスターシンデレラガールズ田中特番においてバンダイナムコエンターテインメントからプレイステーション VR 専用コンテンツとして発売されることが発表されたアイドルマスターシリーズを通してプレイステーション VR に対応する初めての作品となる本作はアイドルマスターシンデレラガールズのファーストライブ ザ・アイドラムスター、シンデレラガールズ・ファースト・ライブ・ワンダフル・エム・ジックが開催された、マイハマアンフィシアターを舞台としており、最大9人のアイドルがライブを開催し、プレイヤーは、モーションコントローラーのプレイステーション・ムーブを振ることで、画面上で、コンサートライトを振ることができ、ライブに参加することができる。プレイヤーが干渉する席も変更することができ、席や向いている方向によって見える映像や、 音の聞こえ方が変化する。本作には口述のエディットライブモードのみ、使用可能なアイドルを除き、2017年7月時点で30人のアイドルが登場する。初期収録楽曲は3曲。ライブ中に登場するアイドルと衣装は固定で、切り替えはできない。操作は、ワイヤレスコントローラーだけでなく、プレイステーションムーブをコンサートライトに見立て、 アイドルのライブを応援することができる。また、振動パッドにも対応しており、音楽に合わせてパッドが振動することにより、4D のような臨場感も実現。ライブ中に使用するコンサートライトは切り替えが可能で、左右4本ずつの合計8本まで一度に持つことが可能。そして、手に持っているサイリウムのセットを10セットまで設定を保持することができる。 2017年6月13日実装。シンデレラガールズに登場するアイドルの中から各、属性3人ずつ、計9人を自由に編成することができる。対応アイドルは、全9回に分けて、順次配信され、8月8日に、第9弾追加 DLC が配信されたことで2017年当時の、全、オリジナルアイドル183人が、使用可能になった。楽曲は当初は、 お願い。シンデレラで固定されていたが、8月14日には、イエス、パーティータイムでも、使用可能になった。イエス、パーティータイム、お願い。シンデレラスター、あたしポンコツアンドロイドスノーウィングスゴーイン、オレンジサファイアチューリップトランシングパルスフェーズオメガ、オーバージョン、エムジック本作は、プログラマーが、シンデレラガールズのライブシーンを送るスリフトで、 VR として表現したらどうなるのかというところから始まり技術的な検証を重ねた後2016年1月にプロジェクトとして発足した。プロジェクト発足後にアンリアルエンジン4での検証も行われたが CPU への負荷がかかることから最終的にはバージョンアップした Unity を使うことになった。開発初期の VR ライブ画面はアイドルの可愛さを表現できていた一方 背景やプレイヤー自身などの存在感が薄かった。この解決策の一つとして、プレイヤー以外の聴衆、すなわち、モブキャラクターを客席に配置することになった。一度に大勢を表示できるようにするため見た目は、単純なものになったが、衣装や動きなどに違いをつけるなどして、モブに個性を持たせ、プログラムを用いて、ランダム配置することによって、リアリティを持たせた。また、 モブの処理不可の観点から大規模なコンサート会場が使えないことに加え、ファーストライブの再現という観点から、マイハマーンフィシアターが選ばれ、公式ライセンスも取得した。VR に対応するため、アイドルのポリゴン数は、スマホ版の倍以上が用意され、衣装も個別モーションによるダンスが映えるデザインのものが用意された。本作は、シンデレラガールズの派生タイトルであることを踏まえ、 同作に近いユーザーインターフェースが用いられた。ドアンゴブヤールブは本作について、周りの観客たちと一緒に楽しむというライブの醍醐味を味わったと評価しており、応援上映のように、最高列の席から他の観客たちの様子を見るのも楽しかったと述べている。メンバーの一人であるオメガは、前から二列目の席では他の観客がサイリウムを振っている様子がよく見えるため、 デフォルトの立ち位置がそこにあることは重要だとし、開発者はライブをちゃんと知っていると述べている。同じくドアンゴ VR 部のメンバーの一人である、グリーンスパもオメガと同様の意見であり、もしこれが一人で会場を貸し切りにしていたとすると、面白くなかったと思うと述べている。その一方で、ドアンゴ VR 部は、観客やステージのバリエーションがもっと欲しかったといった意見や、 コールなどを練習するモードが欲しかったと指摘した。ありがとうございます。